メッチチャンネルです。メッチ、2019年、11月23日にシュプリームの、ウィーク13ですねの、発売になったんですけど、それでちょっと気になる気になるっていうやつを1個買っちゃいましたっていうのが、昨日ですね、2019年、11月、25日に到着しましたの開封動画です。ちょっと開きますね。よいしょ、あ、来た。お、ステッカーが入っておりますね。今回3つ入ってます。3つじゃないわ、たくさん入ってる。まずいつもおなじみのシュプリーム、シュプリーム2個入ってますね。プラス、もうなんかようわからん、これステッカーかな、8で書いてステッカーですね。でプラス、これもステッカーっすかね、これステッカーかな、ステッカーっすね、これも入ってました。それで今回買ってたのが、ちょっと気になったんです、ダン、ニット帽です。ニット帽大好きなんですね。ニット帽これも買ったんですけど、またニット帽買っちゃいました。寒いんで買っちゃいました。 SSS で、まあこれニューエラとのコラボですね。でこれ S があって、まあブラック買ったんですけど、 S があって、ニューエラあってのボックスロムのスプリームありますね。ちょっとかぶってみたいと思います。これどっちが前かといつも悩むね。ちょっとこうかな、ほい、ほい、 SSSSSSS。 ちょっと最近ちょっと帽子好きでようかぶってます。これいいと思います。これどうですか、これまだ多分まだ売ってるのかどうかわかんないですけど、まだ今やったら買えるかもわかんないんで、ぜひオンラインでチェックしてみてはどうでしょうか。これちょっと洒落てない、これ、おいおい、ニューエラ、ここで後ろがバックスラバ、バックスラバって感じなんで、こいつもうすげえ気に入ってますね。これかっこいいって、まあ、今回初めて、もう今初めて買ったんですけど、これかっこいいと思いましたね。これですということで、かっこいいなと思いました。これぜひ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 、今やったら間に合うかもわかんないんで、ゲットしてください。でステッカー、まあこんでが入ってるんですけど、貼らへんねんな、どこに貼ろうかな、もうそんな、はおいな、誰かにもうコメッチにあげようかな思った。コメッチに、ほんまにこれおすすめです。ぜひおすすめ、こちらおすすめです。これコメッチに取られんようにしとくわ。これもシャレオスなんで、ぜひシュプリーム、ウィーク13 の、 ニット帽の紹介でした。今週もウィーク14、ナイキとコラボがあるって言ってるんで、ぜひそっちも、ね、チェックしてみてください。めっちゃねでした。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。めっちゃ電車ありがとうございます。